本百名山の一つ日光白根山に登りましょう。場所は群馬県と栃木県の県境、標高2578メートルで関東以北の最高峰です。群馬県側の菅沼から登るルートや丸沼高原のロープウェイを使うルートが人気ですが、今回は栃木県側湯本温泉から登ってみましょう。湯本温泉と東武日光駅の間には景勝地として知られる千丈ヶ原や中禅寺湖、日光名物いろは坂などがあります。というわけで東武日光駅から湯本温泉もバスを使わず歩いてください。距離は約30キロ、標高差は800メートル程度なので駅近くに全泊して1日かければ行けると思います。ではご安全に。どうもこんにちは、一般登山者です。実はこう見えて東武の株主なので年に2回だけ好きな区間にただ乗りできます。今回は北千住から東武日光までの往復でこの優待券を利用していきます。ちょっと到着が遅くなってしまって東照宮の見学はできなかったんですが、その周辺をぶらついてきたのでダイジェストでお送りします。おはようございます。朝食前に荷物を整理します。今回は旅館2泊ということで仕事用のパソコンを持ってきてました。パソコンを背中と近いところに縦に入れて、あとは衣類を下にして突っ込んでいきます。昨日今日はスニーカーで歩いて、明日は登山靴に履き替えます。アスファルトはスニーカーの方が間違いなく楽なんですが、やっぱり別の靴を持ち歩くと結構かさばるので悩ましいですね。SCW の予測によると、この後すぐ雨は止むようですが、今のところ降ってるっぽいので、ザックカバーをかけてスタートです。こちらファミリーマート日光清滝店で今日明日の行動食と今日の夕食をすべて購入していきます。今日いっぱいは下界だしどこでも買えるのではと思われるかもしれませんが、
まず今夜泊まる湯本温泉にはコンビニが存在しません。ないんですよ。で、位置的には山崎ショップ奥日光店が最終コンビニですが、24時間営業ではなく17時の閉店に間に合うか微妙な線です。それより手前にはお土産屋さん的なものならいくつか存在し、宿にも売店があるはずですが、そういったところで食料を買い揃えるとかなり割高になってしまうと考えられます。よって2日目序盤にして買い出しを済ませたわけです。ちなみに湯本温泉を夕食なしで予約してあるんですが、それも湯滝の山崎に間に合うかわからないのと同様、夕飯の時間に間に合わないかもしれないからです。まあおそらく間に合うんですけど、上り坂って思った以上にスピード出ないし、時間に間に合わせようとして無理すると故障の原因になりかねません。昔それで一度膝をやっちゃったことがありましてね、後遺症が残らなくて何よりでした。さあさあやってまいりました、前半戦のメインイベント、いろは坂です。自動車は第2が上り専用、第1が下り専用と分かれていますが、徒歩に関しては特に指定がありません。午前中なら下りの方が交通量少ないはずだし、上りだとトンネルがあってちょっと怖いので、第2の方を登っていこうと思います。あらま、二荒山神社の境内ってこんな低いところから始まるんですね。知りませんでした。というかちょっと調べたら、日光二荒山神社の境内はとびとびに本社、中宮寺、奥の宮と点在しているわけではなく、信仰の対象である日光三山を含む3400メートルもあって、いろは坂や華厳の滝も含むとのことだったので、逆にさっきのポイントまで一時的に境内から出ていたということなのかもしれません。そんでもって、南海山や中禅寺湖湖畔を含む奥日光全域が明治5年まで女人禁制で、女性はこの女人堂という場所から南大山を拝んでいたそうです。奈良県にある大峰奥崖道という重走路の三条ヶ岳は今も女人禁制を続けています。個人的にはかつて女人禁制だったという歴史さえちゃんと語り継げばもう解除してもいいんじゃないかと思うんですけどね。さて、午前中でも思ったより交通量あったんですが、車はヘアピンカーブで大きく外に膨らむので、歩行者はインコースを突くのが良さげです。ただ、地形によっては物陰から突然変なやつが出てきたみたいに見えそうなので、運転手さんを驚かせないようにタイミングは一応気をつけました。ほう、昔はこんなとこにお茶屋さんがあったんですね。ということはここがおそらく中間地点でしょうから、一休みしていきましょうか。登山での小休止は有酸素運動が停止しないように基本的に座らないようにしてるんですが、どうやら舗装路歩きの場合は普通に座って足裏を休ませた方がいいっぽいです。とにかく足の裏が痛くなるのが一番しんどいですからね。いろは坂を登り切って中禅寺湖の湖畔へとやってまいりました。この辺りは人めっちゃ多いです。あれは修学旅行の車でしょうかね。そういえば僕も確か中学の修学旅行は日光でした。いや、小学校だったかな？なんか学生時代の記憶ってだんだんごっちゃになってきますよね。中禅寺湖名物、華厳の滝を見学する予定でしたが、あの人混みは無理だ。この後2つも滝の横通るし、まあ並んでまで見なくていいでしょう。まあでもせっかくなので観光っぽい買い食いをしていきましょうかね。日光名物の湯葉を使った湯葉豚まんというのを発見しました。これふわふわな豚まんっていう感じでとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ行動再開。距離はあと14キロほどあるんですが、何気に標高差はもう200しかないんですよね。200なら正直楽勝です。
いろは坂の標高差440がもっと苦労するかと思ってたんですけど、曲がりまくる分勾配は緩くてさほど大変じゃありませんでした。二良山神社中宮寺のバス停が見えてきました。男体山への登山口ですね。コースタイムは上り3時間20分、下りが2時間15分です。岩がゴツゴツしててまあまあきつい道なんですけど、下りはこう中禅寺湖に飛び込んでいくような感じになるので、比較的楽しく下山できる山だと思います。中禅寺湖に流れ込む湯川は、明治35年にトーマス・グラバーが日本で初めてカワマスを放流してイギリス式の釣りを伝えたことから日本のフライフィッシングの発祥の地とされているそうです。湖畔には大正14年から昭和初期にかけて各国の外交官や名士が集うフライフィッシングのクラブハウスがありました。現在はこんな風に遊歩道が整備されています。おっと、なんだこれは。時間は割と余裕あるのでちょっと寄ってみようと思います。この子はボールパイソンちゃんといって、性格が臆病ですぐボールみたいに体を丸めることからボールパイソンと呼ばれているそうです。なんと抱っこさせてもらっちゃいました。鱗すごいすべすべ、お目目も可愛いし、なんか色もチョコバナナみたいで可愛いですよね。こちらの赤原イモリは再生能力がやばくて、尻尾をなくしても骨まで再生するし、目のレンズや脳や心臓まで再生できるそうです。え、どういうことって感じですよね。ドラクエ2の指導のモデルってこいつなんじゃないでしょうか。この再生能力の高さは再生医療の分野から注目されているそうです。両生類研究所、日光にお出かけの際はぜひ立ち寄ってみてください。見学を終えて引き続き湖畔を歩いていきます。キャンプ場もある勝負ヶ浜というところから進路を北に変えまして、竜頭の滝の脇にある遊歩道を登っていきます。ここからは千畳ヶ原を通って湯本温泉を目指します。山崎ショップの営業時間に間に合っちゃいましたね。というわけでここでお酒を買っていきます。さっきの竜頭の滝と同様、滝の脇の道を登っていきます。本日最後の登りですね。はい、そろそろ宿に到着です。なんか今回は今までの下界歩きと比べて足の裏あんま痛くならなかったですね。アスファルトばかりじゃなくて遊歩道も結構混ざってたのと、途中で座って休んだのと、あと厚手の靴下を履いてきたのもあるかもしれません。